ライターゆゆの空色自転車で行こう。皆様コンソラー勝った何の勝負なんだい。勝った。もう勝負だよ。どんだけ息が続くか。どんだけ息が続くか。そうよ。本当にそうそうそう。案外どっちも短かった気がするけどね。まあね、短かったね、うん、やってまいりましたよ。はい、やってまいりました。ソライド自転車で行こう、はい、第76回目。はい、76回も続きましたね、はい、三日坊主の私たちがねえ、はい、よく頑張ってますよ。本当にね、頑張ってますよ、ね、まあもうそろそろね、77回で終了しようかなと。もう次回でも最終回なんだ。そうそうなのよ。まあ数字の区切りもいいしね。ね、いいしね、うん、まあ嘘嘘。もっともっと続けますよ。す、ね、頑張って頑張りましょう。もう長寿目指しましょうね。そうですよ、ということで、はい、私シンガーソングライターのゆゆです。はい、ピアニストのエリリでございます。二人合わせてゆりりでございます。はい、毎度ありがとうございます。はい、毎度ありがとうございます、はい、今ね、うん、もう10月1日からの放送ということでございますけれども、うん、涼しくなってんのかな、うん、今、まあ、私今日今この収録時点ではめっちゃ暑いよ、うんうん、今もう汗がもう暑くはないんじゃない。そう、雨がすごいね今日はね、うん、この収録の日は雨でございまして ねもうずいぶん降り続いてる雨が、まあ、これからね、そうそう、秋とかも秋雨、うん、雨がね、うん、降る時期だから、いいね、この季節の変わり目がね、いいです ね夏の思い出をこう胸に、いつの間にかこのセミも聞こえなくなり、はい、このセミの声がスズムシに変わりね。ほう、あなた、うん、たまにいいこと言うね。本当に心はこもってないな、あなたね。こもってるよ。本当に人のことね、もうちょっと人のことちゃんと褒めた方がいいと思うよ。素晴らしい、エリリは素晴らしい。そうそう、そんなエリリもですね、はい、先月なんと35歳になりましたか。はい、35になりました、ね、いよいよね、僕は今年は、うん、ありがとうございます、今年はね、徳島で迎えました。うん、そう、徳島で ね35、はい、30になりました。9月4日が誕生日ですけど、9月6日にですね、徳島の美馬市のオデオン座で、はい、オデオン座の方で、はい、盛大にね、誕生祭やっていただきまして、はい、本当に、ね、皆様ありがとうございました。たくさんの方にね、ご来場くださってね。そうですよ、もう嬉しかったね。その日もやっぱりちょっと ね、雨だったんですけれどもね、うん、皆様ね、傘を差しながらも、うん、オデオン座に来ていただいて、うん、もう本当にもう本当、うん、もう一言で言ったら、もうとにかく楽しかったね、うん、楽しかった ね本当にね、うん、もうありがとうございました。もちろんうだつまるもいたし、親友のね、須田地君も来てくれて、ね、で開会宣言なんかがありましてね、ありましたね。たまたま金曜日、プロデューサーの曽和雄二さんが開会宣言してくれましたよ。はい、直々に来てくださって、ありがたいね。ありがたかったですね。なんて豪華なんでしょう。本当に、ね、いろいろね、エリリへのおめでとうメッセージもみんなからもらって、皆さんからいただいてね、うん、すごかった ね。もうフラあり、ダンスあり、阿波踊りあり、阿波踊りあり、ねえ、なんと豪華な、もう感動。やっぱり今回はね、徳島のお客様だけではなくて、うんうんうん、関東からも、はいはい、そして大阪、神戸、名古屋、はい、いろいろなところからね、お客様が集まってくれて、ね、初めてね、阿波踊りを見たっていう方がたくさんいたんですよ。それでね、もう感動した感動した、阿波踊りが見れてよかったっていうことで、本当みんなね、もう大満足してくれて、ね、よかったなと思いましたね。やっぱり阿波踊りってほら、テレビでは、まあ、たまに見るけどさ、うん、生で見ると、まあ、迫力が全然違うから、うん、ね、もうね、そうなんです、ね、でまた今回ね、その阿波踊り、うん、今回ミノダレンさんにね、まあ、来ていただいたんですけど ね、なんとね、ドッキリをされましてね。そうなんですよ。これはまたゆうゆうのブログでも、うん、まあ、もうこのオンエアの時は紹介してると思うんですけどね、うんうん、もうびっくりしました。どんなドッキリかっていうとね、その楽屋でですね、私とゆゆとエリリが着る着流し、はい、その阿波踊りの、ね、衣装、ね、衣装を忘れたという設定になっておりましてね、はい、その美濃田連の会長がですね、みんなをね、怒鳴り散らすという、おめえらなんで忘れたんだ。襖の向こうでビシバシゴンゴン音がして、うわー殴られてるみたいな。これもう血しぶきが飛んでんだろうなって。これ言っていいのかい。分かんない、いいんじゃない、もう終わった後だから。そうして、ね、いやいやいや、イメージ的に、まあ、いやもうでドキドキしましてね、もうこれどうしようって本当にね、ドキドキしたステージを送ったんですけど、途中で、うん、ドッキリでしたということでね、すっかり騙されまして、もうね、素晴らしい演出というか、うん、もうさすがですね。ね、いや本当に演出がすごかった、ね、でも本当ね、もう楽しい一日だったんですけど、うん、まあ、またね、これからもね、うん、
もうどん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 徳島に足を運びまして、そうだね、はい、もう皆様とね一緒に幸せの時間をね過ごせたらいいなと思いますので、はい、ついにね僕ね徳島で髪も切りましたからね。切りましたね、1000円間、はい、脇町メインストリートにあるね1000円間という ねカット745円、税込み800円、税込み800円ですよ、この頭この頭ってこの頭素敵にカットしていただいて本当に。いやでも私出てきた瞬間笑っちゃったよ、最初モサモサの頭だったんだけど、うんうんうん、でカットして出てきてもらったら、うん、なんか七三に分けられててどこのおっさんが来たんだと、なんかあの体操選手みたいな感じで本当にびっくりしましたね、ビフォーアフターがねいや本当 ね、はいはい、ありがとうございました、そしてねまた9月22日にはね、はい、東京公演、はい、小岩のジョニーエンジェルさんで、はい、エレディの誕生祭の、はい、東京公演もさせていただきまして、はい、こっちもね、うん、もうたくさんの皆様に集まっていただいたと思うんですけど、ね、いや本当ね、まあ、これからもみんなの心を一つにですね、支えをいただきながら、はい、ユーとエレディ頑張っていこうと思います。頑張っていきましょう本当にね、はい、そしてまあこれからもね、うん、またいろんなね計画があってね、そうだね、本当楽しみなんですよ、ちょっと本当にね、どんどんありますよ、いろいろといろいろあるでしょ、もう今日は早速そのうちのね一部をですね皆様に紹介しちゃおうかなと。悪い顔してんねなんか企んでるわけですマンダム、マンダムじゃねえバカじゃないの本当にたまにあと本当になんか変な笑いするよね、おほほほみたいな。そうでしょ、もう私私本当ね小学校の頃言ったと思うんですけど、小学1年生の時にね、通信簿あるでしょ、通信簿、通信簿にあなたの何長所短所みたいな、はい、ね、短所のところに大きくね、笑いすぎって書かれたんですよ先生に本当に私常に笑ってたんですよ。でもいいことじゃないですか、いいことなんだけど、ね、この誰かが怒られた時も笑ってたから、うん、笑いでこのバリアを張ろうみたいな。そう、もうちょっとでも ね、真面目になる時は真面目になろうって言われてね、まあそうかなって。でも結局治んなかったでしょ。治んなかった、人生いつも笑ってるんですいいじゃないね、笑う方にはね。でも今日はまた楽しいですよ、ね、今日はちょっとこの後ね、はいはい、前回もちょっとね、はい、予告したんですけれども、はいはいはい、すっごいゲストが、すごい方が、すごい方がいらっしゃいますよ、いらっしゃってるんですよ。だからね、ちょっともう今日はもう私たちのトークはね、早々に切り上げまして、そうだね、早速 ね、 そうだね、この空の旅を行きたいと思うんですけど、ね、はい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 、みんな準備はいいかな、いいかないいと思うこんなこと全部自分でやるんだね、もうね全部自分で、本当にマイペースだね、あなたって人はね、はい、本当に一人芝居じゃん。そうなんです。それじゃあ行ってみますか。はい、はい、それでは、はい、今日も皆様と一緒に楽しい空の旅を、はい、飛んでいこうなんだっけ、忘れちゃったわちょっと急に失速するの皆さんでは空色自転車で行こう。シンガーソングライターゆゆの空色自転車で行こう。何やってんですか、どうしたのってこれねうわひどいな、なんか一人でね、なんかいろいろやってたみたいだけど、ここまで4年間一緒にやってきたのに、ね、いや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 、私はいつもこう冷静ですからね。うわなんだかもうね、すぐ本当に返すよね、あなたってね、本当。いやいやいや、ね、やってまいりましたよ。はい、やってまいりましたよ。はい、今回はね、うん、いつもね、はいはいはい、電話でゴー、電話でゴー、電話でゴーやってるでしょ。はいはい、ね、もうね、このね、うんうん、電話じゃもったいないっていうことで、うん、はい、今回の今日のゲスト、はい、ゲスト、電話でゴーじゃなくて、うん、現地でゴー、現地でゴー現地でゴーですよ。なるほどなるほど、もう来ていただきましたよすごいでしょ。はいはいはい、まあ、みんなね、誰だろう誰だろう想像してると思うんですけど ね、いや私はね、ほんとね、うん、もう会いたかった、うん、私ね、小さな頃ね、うん、この枕元にね、うんうんうん、ちっちゃなね、おじさんが出てきたことがあるんですよ、うん、ちっちゃなおじさんがねね、おはよう、おはようっつって、うんうんうん、ね、それね、あれすごいね、なんかちっちゃなおじさん、うん、まあ多分あれは妖怪だったと思う、うんね、だから私ね、本当に妖怪に会いたくてしょうがなかった、うんうん、今日はね、そんなね、妖怪村からね、来てくれた妖怪村から、そうよ、もうあの人が、そう、あの人がついについにゲストに来てくれましたよ私も楽しみでしょうがないね。それじゃあ呼んでみましょうか。はい、目玉親父、おい、いよいよエディリー、何をしてくれた父さん待って待って、すごい待って待って、父さん、エディリー父さん待って待って、リスナーの皆さん、これ放送事故じゃありませんからね
うますぎるよ。これ、あの、目玉親父、ね、で、目玉親父だよね、みんな。目玉親父だよね。目玉親父だよね。でもすごい、こういうのしっかりした目玉親父だよね。すごいね。すごい。ね、本当にね、うん、このあの、徳島のね、はい、あれはどこだ、祖谷の方、うん、祖谷の方。山城でね。山城ね。はいはいはい、山城にね、妖怪の、何、うん、ここ全部聞いちゃう。妖怪の町としてね。妖怪の町、妖怪の町あるね。うんうん、ね、小泣きじじい。小泣きじじい。小泣きじじい。はいはいはい。ちなみに、小泣きじじいさん、あの、はい、お願いします。およ来た来た来た。みんなこれ。ほら、父さんに怒られたほら。放送事故じゃないからね。無茶ぶりをするんじゃない。全くだ。もう誰だかきっとみんなわかんないよね。父さんだらけになっちゃったもん。ですね。そうなんです。はいはい、まあまあそこもね、うん、近くにありますわ。はい。はい、そのなそこの、うん、え何出身そこ近く出身もなんかめっちゃ、はい、徳島の三好市、はい、三好市ですね。池田町、はい、出身の、はい、はい、じゃあちょっと紹介してもらおうか。そうですね。自分でです。はい、はい、あなたは誰ですか。はい、はい、お母さんと一緒10代目の歌のお兄さんをやらせてもらいました今井雄三です。わー、雄三兄さんだー。雄三兄さんだー。パチパチパチ。すげー、遊びすぎましたね。ここまで引っ張る長いネタ。いや楽しかった。いや、これ ね、始まる前にね、ゆうぞう兄さんが思いついたんですよ。そうです。思いついたようで。でも、むちゃぶりしたのはあなたよ。私はむちゃぶりしたけど、ね。何かモノマネできますかと。もう本当ね、心よくお引き受けいただいて、お本当に上手ですね。いや、こんななんか、ド S な感じで振られると思わなかったですよね。もうこれからね、このド S にずっと付き合っていただきますから、はい、よろしくお願いします。止めてくださいね。僕はもう必死にブレーキを踏みます。いやー、もうね、本当に、うん、でもね、ゆうぞう兄さん、ね、はい、私たちね、まだ、うん、知り合って、そんなに経ってないですけどね、うん、なんかね、うん、昔からのちょっと友達のようなね、本当にね、なんか本当気兼ねなく、ちょっとね、お話しさせていただいてるんですけれども、うん、はい、いやもうちょっとこれからね、はい、またゆうぞう兄さんとね、いろいろなことをちょっとね、ですです、うん、計画していこうと思ってるんでね、楽しみにしていただきたいんですけどね、はい、まあ今日はだからそんなね、ゆうぞう兄さんにいろんなことを聞いていこうかなと、はい、いいですね、根掘り葉掘り聞かれますか。はい、ドイツに聞かれますか。そうよ、わかりました。もう逃がさないです。はい、わかりました。はい、ということでございますけれども、うん、はいはいはい、まあね、10代目のね、歌のお兄さんということだったんですけど、ね、私もいろいろちょっと映像でね、ゆうぞう兄さんの姿、もう勇姿を見させて。見ちゃいましたか。見ちゃいましたよ。うん、見ね、うん、見ちゃったですけど、まあ、とにかくいいですね、もう、歌は、なんか歌がね、やっぱりもう何よりも、ゆうぞう兄さん、やっぱり歌が、なんか心にね、スッと入ってくる、うん。なんかほんわり優しく。うん、持ち上げてますね。すごいよ、私は上に持ち上げた。腕を落とさ基本ね、落下のね、あれが激しい。基本人褒めの下手するんですか、この人は。そうなんです、そうなんです。本当にでも、透き通った歌声が ね、素敵です。あ、本当ですか。ゆうぞう兄さんの。ゆうぞう兄さん、いつから歌を始めたんですか、うん、いや、歌ったことはなかったんで。本当に？だから、ピンソロでなんか、自分がアンサンブルではなくて、歌ったのは、お母さんと一緒が初めてで。本当ですか？でも、本当に一番最初になんか、お母さんと一緒って対象が3歳なんですけど、子供たちと一緒に、お兄さんもお姉さんも、一緒になんか、成長してもらいたい。っていう、なんか、もう亡くなられた、福田先生っていう。はいはい、先生がいらっしゃって、うん、北風小僧の監督、はい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 、で幼稚園だと卒園式で、ありがとうさようなら、先生、知ってます知ってます、うん、この曲を作ってくださった先生が、なんかそういう風に一緒に成長してくださいって言って選んでくれたので、僕はもうなんかもう もういっぱいいっぱいでやってただけだったんですけど、そうなんだ、すごい、やっぱだからあれなのね、このゆうぞう兄さんの中からにじみ出る優しさがこう歌声になってね、出てくるのよ、でも本当そんな
なんか懐かしいのは、うん、なんかそれこそ本当にあの、うん、お母さんが結構なんかのカーペンターズとか、うんうん、はいはいはい、はい、結構メロディアスの曲の CD を持っていて、でそれを持ってなんか大学とか、うんうん、あの一応、うん、自分もなんかあの、うん、メロディアスの曲が好きなので、うんうんうん、多分その名残も自分の中にベースとしてはあるんだろうなと思う、なるほどね、そうか、あそうかもしれない、そしてじゃあ、まあ、ゆうぞう兄さんとしてね、うん、活躍されて、うん、で、まあ、いろんな人にこうね歌声を届けて、 あれは踊りも、うん、あそうですね、うん、なんかちょっとしたあで踊り、とりあえずなんか 両手が右左上下してますけど、あのね、私ねこの世でね苦手なものはね、あの蝶々と踊りなんですよ、ね、ベタな振りですよねだからねちょっと泡踊りとかもほんと下手でね、いやいやいや、ゆうぞう兄さんね教えてほしいなと思って、あのまあ、ね、ベースはどっちかっていうと泡踊りだったんですけど、ほんとに、でもなんかあの、うん、ほんと今もなんかあのほんとに、うん、昔を振り返ると、うん、あの400年続いている、うん、あの阿波踊りの伝統があって、うん、で小さい頃から、うん、あのずっとあのストリートダンサーみたいに、うん、あの鏡じゃなくて、うん、あのガラス、うんうんうん、ガラスに映る、うん、なんか自分が踊ってる姿を見ながら、上手い人を、あの盗み見て、ちょっと真似をしながら育ったんで、劇団四季行ってたりとかもした時にも、うんね、僕はなんか歌じゃなくて、うん、踊りの方だったので、そうなんだ、はい、そのだから本当になんかお母さんと一緒もピンでもらったことはなく、さっきの話ですけど、うん、そうなんですよ、じゃあ誰かにこう習ったとかじゃなくて、もうみんな見よう見まねでみたいな、ですね、へえ、すごい、よくほら、うん、踊りってまあクラシックバレエがまあ基礎とか言うじゃないですか、クラシックバレエも特にクラシックバレエもなんかあのまあ劇団四季に入る前にあの大学の時にあのオーディションを受けて、受けた先生がたまたま紹介してくれたのがまあそのバレエの先生だったんですけど、でもなんかあのまあぶっちゃけトークで言うと、大体手首の動かし方とか指先とかあの難しいんですよ、うん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 、柔らかく使うのが難しいから、絶対難しい、うんうん、大学1年生から始めて、うんうん、あの今も本当に思うのは、うんうん、これ言えないな、うん、言えない言えないわ、いやいやいや乗せられないオッケーオッケー、いいよいいよ、なんかね、だからあの今は今でもう僕40前なんですけど、あの大学生の時に、あの踊りを別のジャンル、バレエとかやったりとか、いろんなジャンルやったんですけど、やっぱり阿波踊りの時の感覚、盗み見る、真似する、考える、試行錯誤して、で、あの自分の良さを出す、でその辺をずっと10年以上やってたから、それが今生きてるなと。なるほどね。だから大学から1年から始めても、あ、大丈夫かな、劇団四季オーディション受けても、受かるかな。すごい、さすが、ちょっとすごい。就職活動しなかったですね。本当に、はい、周り止めましたけど。すごい。それ周りはねだって。やめ、やめるって言いながら喋っちゃってる。もういい。自分で乗せられない。乗せられない。大丈夫大丈夫。おい、ゆいゆい。もう目玉親父に逃げていく。そうかそうか、でもすごいね、なんかいいね、やっぱり私もね、なんか今までこう人生こう歩いてきて、なんかいつもちょっとなんとなくなんかもうこれはもう絶対できるだろうみたいな、いつもなんかこのね、ちょっとなんか自信を持ちながら、感覚がね、感覚ね、やっぱそれってね、この人生必要なことだし、大事ですよね、いやもうあのやっぱりそうかって今こうゆうぞう兄さんの話を聞いて、よかったんだ、やばい、うまいですね、うまいでしょ、私はね、うまいんですよ、こう持ち上げて持ち上げてドーン、いやー言わなくてもいいことまで言ってこれ引き出されるというかね、そういや、なんだって、怖いですよこの人、本当に結構黒いですからね黒い
ごいな。でも本当ね、ゆうと兄さんのその、ね、ダンスのルーツは阿波踊りにあったっていうのはね、うん、そうか、これはもうだから生まれた土地ならではのね、本当、うんね、そう、うん、ね、本当私たちもね今年、うん、初めてその阿波踊り参加させてもらって、うん、それこそね、ゆうと兄さんの地元 の、 その池田で、うんうん、そうです、そうです、の町で踊らせてもらったんですよ。あそこはやっぱ徳島でも大きいイベント会場なんですよね、池田のさじきっていうんですか、うん、会場ってね、そうですね、なんか今合併をして、うん、市にはなったんですけど、うん、徳島の中で阿波踊りっていうと、うん、一番大きいのはもちろん徳島市内、うん、市内ね、うん、はい、で、ちょっと1日2日ずれて、うんうんうん、ナルトとか、うん、池田が始まるので、うんうん、僕の中では3箇所、うん、だから徳島と池田とナルトな感じなんです。そうなんだ。いやもう本当にね、感動して、感動っていうか、うん、やっぱり阿波踊りはやめられんなと思った、うん、もう本当楽しかったね、うんうんうん、いやで、ちっちゃな頃とかは、うん、ゆうと兄さんもやっぱり踊ったりしてたんですか。はい、うん、踊ってて、うん、まあ、うちの父親が太鼓やってたんですよ。うん、鳴り物ってですね。へえ。なんかずっとでなんか踊ってるだけだったんですけど、改めて、うん、鳴り物もいいですよね。鳴り物もいい。いいですね、かっこいい。ゆうさんはなんかどれが好きですか。うん、私ね、この間体験させてもらったのはね、まあ、よしこのっていう民謡を歌って、うん、歌ありますよね、で、あと締め太鼓をやらせてもらったんですよ。だ、うん、からもうそれがね、ハマ、ね、っちゃった。そう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 。独特のね、高い音の。そう、でもね、うん、あれもいいし、あとはちょっと難しいけど、うん、その元となる、うん、なんていうの、金ね、あれがもうみんなを操ってるわけじゃないですか、うん、結局、うん、なんかやってみたいなって思う。あれを確かにやってみたいですね、うんうん、本当ですか、うん、僕は今回笛だったんですよ、はい、横笛、うん、まあ笛もまあそれは全然音も出なくて、うん、もう今回吹き真似でなんとかやったんですけど、うん、やっぱそう金の人が、テンポとか、うん、全部そのね、いわゆるオーケストラで指揮者、そうだね、だから、かっこいいなと、うん、金はね、うん、なんか面白いですよね、うん、なんか多分、うん、音が一番高くて聞きやすいから、うん、多分、うん、締めなんかその指揮者っぽくそうだね、なっちゃうんですよ。あ、なるほど、うんうん、僕でも自分が楽器するんだったら笛やりたいです、うん、笛、本当妖艶な感じがします、うん、わかります、わかります、なるほど、パラランパラランパラリランダランダランなんかすごい単発で柔らかい、ね、音色じゃないですか、一番淡くて切なくて消えていく音じゃないですか、そうですね、他はもうカン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 なってて、そうだ、そうですね、あとはドンドンやってて、ね、パパンパパンパパンみたいな感じ、うん、確かに確かに確かに、ちょっとゆずと兄さんもう一回笛やって、パパンパパンパパンタタンリランタタ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 ン、ほらもうさっきからさ、このゆうと兄さんちょっと歌うさ、歌だけでもうすごい酔いしれちゃう、ね、酔いしれちゃう、美しいなぁ、どういうことだねぇ、ちょうど僕はやっぱりなんか地元に大学入る前までいて、やっぱり久しぶりに帰った時に徳島の良さは、毎年阿波踊りの時期には帰るんですけど、やっぱり、なんだろうな、夜、そのみんな浴衣を着ていて、でその浴衣も、汗が滲んだ、なんだろう、ちょっとした独特な香りがあったりとか、するんですよね。なるほど。なんか熱量がすごく懐かしいなって思います。東京とかも、国分寺とか、そうね、ありますよね。ありますよね。高円寺とかね。高円寺とかね。そうだそうだ。もうね、リズム帯が違うんですよね。やっぱり違う。違う。へえ、そうなんだ。だから僕が本当に誇りに思うのは、ベースの音が、確かに他のお祭りにしても、地方でいろいろやってる、お祭りもあるんですけど、やっぱりなんかその400年変わらずベースを大事にしながら、そこのベースを大事にしてアレンジしてるところがすごく素晴らしいと思う。なるほどね、今声に出して1分前って言っちゃった
あのね、さらけ出すんですね。今僕も結構ちょっと一瞬あの黙りましたけど、言うんだって思いました。そう、言うんです。この人ね、結構声に出るんです。何も隠さず、はい、ですね。隠さず。1分前ところがね、もうあと、まあ、もうぼちぼちです。もう10秒、15秒です。あれ、本当ちょっと、まあまあまあ、皆さん安心してください。ゆうぞ兄さん、またね、次回の後半も出てくれますので。そうですよ。はい。じゃあ、今回はこのゆうぞ兄さんの、あの、阿波踊りね、ルーツ、ダンスのルーツを聞くことができましたけど。はい。それじゃあ、また次回も楽しみにしていただいて、はい、今回はね、はい、このゆうぞ兄さんのですね、はい、この曲を聴いていただい て, はい、お別れしたいと思います。次回にね、はい、次回に、はい、それじゃあ最後、はい、ゆうぞ兄さんの素敵な、はい、歌声とお声でお別れしましょう。どうぞ。秋に向けて次の曲をどうぞ。僕は思うんだ、自分のことをどうして素直になれないんだろう。自転車の後ろ背中に離して風に触った。ペダルを漕ぐ音、君の鼓動。河原の道まっすぐだから他は聞こえない。ジャパンの番組をお聞きの皆様、ドタバタガールズカルテットのパーソナリティ白井愛子です。6月4日にキングレコードからメジャーデビューしました。
デビュー曲のタイトルは星の花火、曲はアニメ軽音スマップさんに曲提供している田村真嗣さん、詩は平井堅さん、嵐さんに提供している後島琴さんに書いていただきました。皆さん買ってくださいね。 This program is broadcasting at MBS FM M Station TM FM M161 Long Time Evolution FM Cast Side of City FM IRN FM Group and Intermediate Band